志野様、川上先生、どうもありがとうございます。こういうあの場を本当にお借りして、あの過去もたくさんの皆さんにお集まりいただきまして本当にあのありがとうございます。で、あの先ほども川上先生が言われましたように、あの共生という、この共生というのは、あの無理やり他の研究室に押し付けたような講座名称にしてしまったんですけども、その一つの原因になったのは、あの亡くなられましたけども、あの建築家の黒川紀章先生の、あの共生の思想というか、まあ、あの彼はやはりこの共生思想からそういう話に展開されてるんですけども、私もあのちょっと直接お会いして、あの学会誌にも原稿を書いていただいて影響を受けたということで、あのこういう研究室の名称にしております。で、あの私の今日お話しするのは3つ基本的にあの論点を設定してちょっとお話したいと思っております。で、一つはですね、あのちょっと分からないと思います、世界は分けられるのかどうかと、なんか意味不明だと思うんですけどもそれから、もう一つは我々はいろんなものを積み上げることができるのか、あるいはできないのかと思って、で3つ目はあの自然の生命力というのはどう捉えうるのかと、まあ、この3つの問題意識が背後にあるということをちょっと覚えておいていただいてお話を進めたいと思います。まず私の実は原体験をちょっとご紹介したいんですけども、あの右の方は皆さんご存知だと思いますけども、左の方に私は結構大きく影響を受けましたで、この方は、まあ、ジャン・コクトーというあのフランスの詩人なんですけども、まあ、この両者は相互に影響を受けちゃった中なんですけども次お願いします。彼は、まあ、あの詩人なんですけども、映画も作るし絵も描くし、さまざまな演劇もするし、さまざまなことをやった人なんですけども、彼の、まあ、代表的なあのモチーフというか、これはギリシャ神話からあの出てきたような形のものが多いんですけども、こういうのが代表的なものです。次お願いします。で、実は私が非常にジャン・コクトーの影響を受けることになった一つの原因はですね、このオルフェの遺言という映画があるんですけども、これは実はあの中学校3年の時に、親友と2人であの学校サボって無駄に遊びに行って、たまたまブラブラ歩いてる時に、あの大前地下という映画館であのこのオルフェの遺言というのをやってたんですけども、で実はあのジャン・コクトーの別の映画なんですけども、相当の和紙という映画がありまして、小学校6年の時にそれをテレビで見て非常に感動したのが一つあって、で2人で映画館に入ったんですけども次、実はですね、あのジャン・コクトーはなぜか化学者になったり、それから人があの海の中から地上に飛び出してきたりとして、であの次の話です。なぜかユルブリンナが突然登場したいということで、もう最初から最後までさっぱり分からないまま終わったんですけども、で次お願いします。これは実はですね、数年前にあの古本屋であの芸術新潮をこれ見つけたんですけど、次お願いします。実は三島由紀夫がこの中でこのオルフェの遺言をあの解説してですね、で一応ジャン・コクトーの遺言劇というふうに紹介してるんですけども、まあ、これを読んで実は少しは分かった気になったんですけども、実はそのずっと分からないままのこの分からなさということに、実はその時というかあの見た直後ですね、2人でひどく感動したことを覚えてますでそのことによって実はずっとジャン・コクトーの影響を私は受け続けてきたというふうに考えることができると思います。で、この分からないということが一つのキーイッシュで、
で、私の今日のお話が居眠りしない程度に非常に分からなかったら私の話は成功したと思うんですけど、もし分かったように思われたら私の話は失敗だったと思うんです。じゃ次お願いします。で、実は強制ということで私が当初想定したのはこういう強制でした。これは藤原圭という人間国宝の備前焼の作品なんですけども、備前焼というのは実はいっぱい色がついてますけども、上ごすりをかけずに毎週の素焼きの高い温度での素焼きなんですけども、非常に高い温度でしかも2週間薪をくべ続けるので、灰がですね落ちてきてそういういろんな模様ができるんですね。で次お願いします。で灰が落ちてさらに高い温度でずっと加熱し続けますと灰が釉薬のように上薬のようになって、まるで最初から上薬かけたような形になるんですけども、どういうふうに上薬がかかるかというのは全くコントロールできない、そういう焼き方になってます。次お願いします。で近くいろんな2週間も大量に焼くので接近してこういろんなものを置くんですが、その接近の具合によって加熱されないところと非常に加熱されるところが出てくるので、いろんなそういう模様ができますし、炎の力ですね、下の方にあるように炎の力によってこうそれが痕跡として残ると。だから人為的にコントロールできる部分とそうではなくて自然の力そのものが、刻み込まれると、その全体がこの一つの美を構成しているというんで、こういう共生とはどうやるかというのが私のテーマだったんですけども、そのためにこの自然とは何ぞやというのが非常に大きなテーマになったわけです。で私は自然というものですね、一番自然と深く関わっている農業の方に、探っていったんですけども、その時にだいぶ皆さんで迷惑をこもった人もいてると思うんですけども、自然農法とかですねパーマカルチャー、そういった非常に自然の力を引き出すような農業、そういうものを参考にしました。で自然農法というのは福岡正信というのが一番、極端な自然農法を提唱しているんですけども、でこの方はですね何もしない、だから耕さないし除草もしないし農薬も使わないし、肥料もやらない。で無為の農法というんですけども、で何をするかというとたくさんの種類の種を、混ぜて粘土団子といって粘土で固めてそれを巻くだけです。で実ってきたら実って食べる部分だけいただいてあとは放っておくと、そういう嘘みたいな話なんですが、そういうやり方の農業です。で一方パーマカルチャーというこれはオーストラリアで考えられて世界中に広まった農法なんですけども、これは全てのですね、農園の中に存在している要素、例えば鶏にしてもその作物にしてもですね、あるいは微気象といって空気の流れとか水の流れ、そういうものが全部相互に連関して、一つのものが必要とするものは他のものによって供給されるという一つの循環構造を非常にですねこう複雑に絡み合うように作り出すと。でそのことによって全体としては自然の循環系を、自然に出来上がったというよりは少し人工的に考えられた形で作り出すと、そういう農業のやり方なんですけども、これもですね実際いろんなところで日本でもいろんなところでやられてるんですけども、我々もちょっとオーストラリアの自然地に見学に行って結構なんていうんですか、個人単位で生きていく上で、自給自足的にやる農法としてこういうものがあるというのを知りました。でその中で単に実践しているだけですと強制進むのということになりませんので、そこがシステム的にどうなっているかということを考えたときに、
重層性という概念を注目することになったんですけども、でいろんなものが積み重なっているということなんですが、でこれを強調しているのは実は福岡じゃなくて、パーマカルチャーを考えたビル・モリソンという方が福岡の自然農法を表して時間の重層化、時間の重層性という形です。いろんな種類の作物が、同じ時期にこう育つようにすることが、福岡のやり方の一つのコツであるということを言ってますね。で一方モリソンのパーマカルチャーでは、食物の重層化、プラントスタッキングと言いますけども、木と木をですね、枝の茂る高さの違う木を近づけて植えることによって相乗効果を引き出すというのことをやっています。まあこういう重層性というのをですね、注目していろいろ調べていくうちに、これ実は数学の世界でセミラティスという、これまたちょっと理系の話になるんですが、そういう構造があって、でそれがですね、ツリーというヒエラルキー構造ですね、全体をいくつかの部分に割って、さらに部分をさらに細かく割っていく、こういうヒエラルキー、ツリー構造じゃなくてもっと複層した構造にしていくというのをセミラティスと呼んでるんですけども、これはですね、実は建築デザインのところでアレクザンターという人がパターンランゲージというデザインの仕方を提唱してるんですけども、その中でセミラティス構造にするということが非常に大事な建築のあり方であると。それはどういう意味で大事であるかといいますと、自然なデザイン、古くならない、逆に新しさもないんですけども、そういうデザインをするときにはヒエラルキー構造じゃなくて全体の部分の関係は複層したセミラティス構造になる必要があると。でそれは重層性という概念と非常につながってくるんですけども、でそれをもう少し考えてみると、最初の論点だったんですけども、世界は分けられるのかどうかという話とつながってくるわけです。で分けられるというのはこの場合区切れるのかどうかということですね。境界で区切ることができるのかどうかと、そういう問題とつながってくるわけです。それで実はその問題をですね、ずっと考えていった元の導入の原点は、実は私はファジー理論というのに、だいぶ昔から関わってたんですけども、でファジーというのはやはりその境界がですね、なだらかにこうどっかで一点で区切れて、こちら側は内部でこちらは外部という、内と外の切り分けがですね、あるところで一点でこう区切れるんじゃなくて、なだらかに内と外がこう境界づけられていると、そういう意味での区切れない世界というのを扱っているんですけども、その区切れないということをですね、そのファジー理論を通して考えていったんですけども、で、最終的に行き着いた世界はですね、ユングという、皆さんご存知でしょうけども、そのユングがですね、いろいろ、本を表してますけども、彼は生前書いたんですけれども、死後まで出版を差し止めて、死後に出版されたユングの自伝というのがあります。で、その自伝の中にですね、付録が5つあるんですけども、その最後の5つ目の付録がありまして、非常に短いものですけども、そのタイトルは、死者というのは死んだ人ですね、死者への7つの語らいという7つのチャプターからなる、章からなる、そういう一種のユングにしてみれば遺言のような形のものだと思うんですけども、でそれがですね、実は区切れるか区切れないか、分けられるか分けられないかということに非常に深く、関わった施策というか体験を経たものが、書かれています。でこれはちょっと少し読み上げたいと思います。で冒頭申しましたように、これがいかに分かりにくいか分からないかということが
実は非常に大事なんじゃないかということで、あの多分何も分からないと思いますけども、とりあえず聞いてください。で、実はこれは2つの世界について述べてあるんです。一つはですね、プレローマという世界です。でもう一つは、クレアツール、これは普通クレアトゥーラというふうに書かれること多いんですけども、あのユングはクレアツールという言い方をしますけども、この2つの世界のあり方を対比的に述べているんです。でまずあのプレローマの方なんですけども、ちょっと関連した部分だけ抜粋して読みますけども、この無というのはないということですね。この無、あるいは10万、あるいは11とも訳されますけども、10万を我々はプレローマと名付ける。その中で思考と存在は停止する。不滅にして無限になるものは何らの特性を持たないからである。でちょっと飛ばして、プレローマの中には何者もなく、また全てのものがある。プレローマについて考えることはすなわち自己の解体であり、益するところはない。で次にクレアツールに入りますけども、クレアツールはプレローマの中にはなく、それ自身の中にある。プレローマはクレアツールの始めであり終わりである。プレローマは日光が空中のいずこも満たしているようにクレアツールに浸透していく。プレローマは至るところに浸透するが、クレアツールはそれを分有するものではない。我々はプレローマそれ自身である。というのは我々は不滅にして無限なるものの一部であるから。しかしながら我々はプレローマは分有せず、それから果てしなく遠く、空間的時間的にではなく本質的に遠ざけられている。その本質において我々は時間的空間的に限定されたクレアツールとしてプレローマから区別されている。しかし我々はプレローマの一部であるから、プレローマはまた我々の中に存在する。プレローマはその最初の点でさえも果てしなく不滅で完全である。ちょっとだいぶ飛ばしますけども、区別するものはクレアツールである。それは区別されている。区別することはその本質であり、したがってそれはまた区別する。かくして人間は区別する。彼の本質は区別することであるから、したがって人間はプレローマの特性をも区別する。それは存在しないのであるが、人間はそれ自身の性質に従ってプレローマの特性を区別する。したがって人間は存在していないプレローマの特性について語らねばならない。私はお前たちに人間がプレローマについて考えることができるという思い違いをさせないようにそのように言ったのである。我々がプレローマの特性を区別するとき、我々の区別しうる点から語っているのであり、我々の区別しうる点について語っているのであって、プレローマについて何事も言っているのではない。しかし我々の区別しうる点について話すことは必要である。それによって我々は自分自身を十分に区別することができる。我々の本質は区別することにある。もし我々がこの本質に忠実でないと、我々は自分を十分には区別しえない。したがって我々は特性の区別をなさねばならない。お前たちは尋ねる。自分自身を区別しないとどこがいけないのかと。もし我々が区別しないと、我々の本質を超え、クレアツールを超えてしまうことになり、プレローマの他の性質である非区別性の中に落ち込んでしまうことになる。我々はプレローマそれ自身の中に落ち込み、クレアツールであることはやめる。それは、我々は無の中に溶け去ってしまう。これはクレアツールの死である。かくして、我々は区別しない程度に応じて死んでいる。したがってクレアツールの
自然の思考は区別すること、原始的で危険な一様性への戦いへと向けられる。これは個性化の原理と名付けられる。この原理はクレアツールの本質である。この点から不明瞭さや区別しないことがなぜクレアツールにとって大きい危険であるかがわかるであろう。かくして我々はプレローマの特性を区別しなくてはならない。その特性は次のような対立の組である。活動と停止、充満と空、生と死、意と動、明と暗、熱さと冷たさ、エネルギーと物質、時間と空間、善と悪、美と衆、意志と他など。これらの対立の組はプレローマの特性であり、それは互いに相殺されて、相殺されているゆえに存在しないものである。我々はプレローマの、プレローマそれ自身であるので、このような特性をすべて自分の中に持っている。我々の存在の基礎は区別することにあるので、それらの特性に区別する名前と印を与えている。まあこういうですね、まあ、あの念仏にとってよくないかもしれませんが、謎に満ちたあの言葉を、彼は実はこの、 あの短いノートをですね、生前、非常に親しい人だけに配ったらしいんですけど、後でその配ったことを公開したと。であの死後に出版される自伝の中の最後の章として入れ、あの付録として入れたということです。まああの次、それでですね、あの、まあ、そういうことを通して、まあ、共生というのも最初の農業とかそういう方向から言うと、あの自然環境と人間あるいは人類の関係という意味での共生ということを割と中心に据えて、しかもその区切れるかどうかということで議論してきたんですけども、そのうちですね、一番問題なのは実は人間自身の内側の自然の荒廃というか空洞化。もう少しストレートな言い方をしますと、人間そのものの空洞化ではないかというふうにちょっと問題意識が変わったわけです。それでですね、私はあのそういった意味で言うと、空洞化してない人間というのはどんな、この日本列島で考えたときにどの時代なのかなというのを考えたときに、ふっと思いついたのがあのこの時代だったわけです。で実はこれにも一つ原因がありまして、あの、国際日本文化研究センターの安田先生というあの地層の中の花粉をですね、いろいろ調べて、その時代の気象とかあるいは文化とかそういったものをいろいろ、研究されて非常に著名な先生なんですけども、その先生がですね、非常にあのパワフルで、経済産業省の役人を巻き込んで、たくさんのエリート官僚をですね、あの引き連れて、結構いいリゾート地をあの選びながらあの調査研究して、環境問題の調査研究されてたんですけども、であの私もあのいろいろあの参加させていただいて、ここにいらっしゃる島原先生はバリ島も行かれたと聞いてるんですけども、あのこれはですね、実はあの福井県の、 あの縄文博物館というところを見学に行ったときに、あの縄文時代というのはすごい時代やなというのをちょっと体験して、そこからまあ実はあの丹波の立ち食い焼きの、美術館であの縄文展というのをやってまして、これ別の日ですけども、そこでちょっとあの見てきた時のそのガイドブックのトップからコピーしたんですけども、でこれはもちろん国宝になっている火炎土器なんですけども、あのすごい生命力あふれてる、しかも美的なあの
そういう美意識も非常に優れて、5000年ほど前のものなんですけども、まあ、こういうふうな人が日本列島にもいたと。次お願いします。でこれはもうちょっと5000年よりは手前 の, その後のものですけども、まあ、こういうですね液体を注ぐときには論理的にこういう形状になるそうねというのをですね、理性的に突き詰めてこういう美的なものが大昔にこうできてた、そういう時代があったんだということを考えて、まあそういう非常にですね空洞化してない人間というのはどういうふうにあるのかということを考えたときに、もう一つですね次お願いします。こういう世界があるわけです。これはタンポポの糸で奈良市の西の京にある一種の現代のお寺みたいな感じがするすごい施設なんですけども、そこで播磨さんという非常に毎日新聞の記者されてた方なんですけども、その方が非常に先見性に富んだいろんな活動をそこで、障害者の施設なんですけどもやられてて、で特に障害者の芸術活動というのを非常に積極的に展開されてるんですけども、で彼は播磨さんはこのエイブルアートという言い方をされてるんですけども、可能性の芸術というんですね、こう障害者の方の芸術作品いろんなものを そこでタンポポの糸で実際作り展示されてるんですけども、次お願いします。でこれはタンポポの糸とは違うところで、視覚障害者、目の見えない方がですね触覚だけを頼りに作られた作品です。でこれもなんかやっぱりそういう人間の本来持ってる、エネルギーをですね非常にこう湧き出るようにこう表してるようなふうに思うんですけども、でこういうものがですねどういうふうに出来上がってるのか、つまり人間の生命力ってですね、それはどういうふうに考えればいいのかという、そういうことがですねもう一つ の問題として考えられるわけです。で次のでしょう。でそこでちょっとですね私考えたのは何かこう区切って区切るんだけど区切れない世界、さっきのプレローマとクレアツールの話もですね、区切ろうとするんだけども実は区切れないんだという、そういう我々の存在そのものの矛盾というのを語っているように思うんですけども、その区切れつつ区切れてないということをですね考えた時にどういう捉え方があるのかということで、考えついたのが、実はニュートンのライバルともいえるライプニッツが考えてた空間と時間の概念です。で、ライプニッツはですねニュートンのような絶対空間絶対時間じゃなくて、その中に存在するものによって規定される空間と時間というのを考えました。で空間というのはその共に存在するものの間の秩序ということを空間と呼ぼうと。でその秩序が変化していく、その変化の道筋に沿った秩序がですね時間であると、そう見ようと、そういう捉え方をします。それはある意味で区切れてなくって、さまざまなものがそこに関連しうるような、しかしある意味では一旦区切るという、そういうあり方をですね、まあ、捉える時の一つのよすがとなるんじゃないかという意味で考えたわけですけども、でこういう構造になってますとですね、当然さまざまに、区切ってないわけですから、いろんな出会いが起こるわけですね。でその偶然の出会いということは、まあ、場合によっては開口という言い方はされますけども、で、その時にですね、まあ、これは私の実体験もありますし、その下にあるような、いろんなその訪問した施設の影響もあるんですけども、そこで出会いというのは非常に単純にありがたい出会いというのもいっぱいありますけども、実は非常に大きな影響を及ぼすものはですね、むしろ負の出会いというんですか、
非常に受難とも言うべきようなそういう出会いというのが非常にですね、実は大事、いろんな意味で大事な場合が多いというふうに思います。でそれはなぜ大事なのかというと、それは不であるということはですね、それだけ自分の存在そのものにクリティカルに関わってるから不になってるわけで、そのことは逆に言うと自分の存在そのものを変えていく、そういう力を持っていると。でまあそれを存在の深め、自己の深まりという言い方をしましたけども、これはですねむしろそのどんどんこう上昇していくという捉え方よりは掘り下がっていく、掘り進んでいくというんですか、深まっていく方向に変化していくと。で、まあ、例えて言えばですね、縄文時代に向かってこう地層を掘っていくとですね、その掘るが進むごとに見えてくる世界、そこの景色はですね変わっていくと、地層が変わるごとく変わっていくと、まあ、そういう世界の世界と自分の関係ですね、それをまあ非常に大事なんじゃないかと。で、2つ目の論点で我々は積み上げられるかということをお話したんですけども、で、我々のですね、例えば科学技術とか特に自然科学を中心したそういうものというのは積み上げれるんだという前提で成り立っているわけですね。だからいろんな人の業績とかが評価されますし、そういう業績の上に他の人の業績を積み上がっていくんですけども、ここで言ってることはですね、そういう形じゃなくって、そのどんどん自己の含まれによって見えてくる世界、あるいは世界の見え方、見方が変わってくると。だからそれは一定の自己、世界と切り離した自己を起点として世界と分離的に関わるような世界の捉え方じゃなくて、世界とともに深まり、深まるとともに世界の見え方が変わる、そういうあり方ですね。そういうことが非常に大事なんじゃないかと、そういうことを非常に意識するようになったわけです。でそのまあ一つの原点になったのは、そこにあるベテルの家という、これは北海道の日高地方浦河にある地の果てみたいな場所にあるんですけども、そこの市として統合失調症の方々が共に暮らしている施設です。でそこのところを訪問していろいろ話を聞いたり意見交換したんですけども、ここはすごい施設で何度もお話、私の話聞いてる人もいてると思うんですけども、普通の常識とは全く逆方向に考えて施設を運営しています。で、できるだけ薬を使わずに、したがっていろんな再発現象が起こるんですけども、そういうことも許容しながら全部全員でこう支え合ってやっていくと、そういう生き方をしているんですけども、でそこにいろんな有名なですね、家訓というのがありますけども。でちょっと、まあ、代表的な一つだけここに書き出してましたけども、普通はですね公私混同というのは今非常に戒めるように言われますけども、ベテルでは公私混同しないといけないというか、することが大事であるということを言ってます。でこういうことを通して初めてですね共に深まり掘り下がっていくという、そういう世界が、そういう場が作り出せるんだと。で実際にそのベテルにいてる人たちを見てますとですね、非常に人間の存在感、深い存在感があると。それからそこのですねそこで、まあ、精神科医として関わってられる川村先生という有名な精神科医がいらっしゃるんですけども、彼が語っているのではですね、普通の健常者の会議って非常に全く何も表面的なことばかりでつまらないんだけども、このベテルのところ、ベテルではしょっちゅうミーティング会議があるんですけども、ここにはもう常にすごいドラマがあって、こうどんでん返しが起こるんですけども、それはやっぱりその深まっていく中で世界の見え方が共に変わる中で、新しい何か答えとか
解決策が見出されるという形のすごいドラマが発生するんですけども、まあ、そういう世界のあり方というのがですね、私は2つ目に挙げた、その積み上げることができるのかどうかということでいうと、積み上げるということも大事だが、掘り下がる方向も同時に大事だって、この両方がない限りですね、積み上がるという積み上げることの方向性が定まらないと。つまり本来どういうふうに積み上げれるとしたら積み上げていくべきかということを考えないままに、根なし草のごとく積み上げていっても何もその意味あることは積み上がらないんだということを意味してるんじゃないかということで、ちょっとこの話を紹介したんですけども、次お願いします。これ、今私と一番密着度の高い家族なんですけど、もうここからもう10年ぐらい経ってるので、もう今かなりですね、自ら死と向き合って存在してる。ちょっと冗談抜きで、私はすごく思うんですけど、動物はですね、本当に自分の死と、正面から向き合うというんですかね。私は小さい時に自分の家で飼ってたみーちゃんという猫があるんですけど、みーちゃんがずっとですね、だんだん年取っていくと、だんだんこう深い世界を見てるような目つきに変わっていくと。でそういう自分の死とこう向き合うその動物の姿というのはすごく私の深層意識にですね埋め込まれたように思うんですけど、まあ今このチャッピーというんですけども、彼女も結構そういう目つきになってきて、まあ私が自分が死ぬ時にはこういうふうにせよと教えてくれてるような気がしなくもないんですけども。でそのさっき言いましたように、その上にこう積み上げる方向と下に掘り下げていく方向ですね、こう両方を包摂するような、包括するような、我々の在り方というのはどういうふうにして、やったら可能かということが次に問題になると思うんですけども、でユングもまあそういうプレローマとクレアツーラの話の中でですね、そのことを苦悶してるんだと思うんですけども、一つまあ同じように、苦悶しながら、非常に実践の場としていろんなことを展開されたものとしてですね、心身医学の父という方なんと呼ばれてるらしいんですけども、グロデックという、ゲオログ・グロデックという方がいらっしゃいます。で彼が S という S というのはドイツ語で It という意味、日本英語で言えば It それという意味なんですけども、 S という言い方でですね、その人間の存在の根底にあるその生命力、それを S と呼んでるんですけども、でこれは実はフロイトがその影響を受けて、フロイトも S という言葉でその一番根底にあるんですね。そのうちに、その上にエゴとスーパーエゴを乗せてフロイトは捉えてるんですけども、グロデックはそういう方じゃなくて、根源的な生命力を全体を S として捉えてる、もう少し広い S の捉え方なんですけども、で しかもですね、ここで大事なことは、グロデックはですね、この S というのが個体、我々の個人一つの生命体に区切られて個体レベルで S があるというわけじゃなくって、神羅万象全ての生命体をですね、しかも過去の無限の過去から全部つながった一つの生命体としての S があるんだと。で個体に限定した S というのは仮想に考えた、架空に考えられたものであるという、しかしその架空に考えられたものを通してしか実際の治療というのは実践できないから、そういうカリスマのものを考えるんだということを強調してるらしいんですけども、で、まあ、こういうことが大事なんじゃないかということを教えていただいたのは、私ちょっとダンスセラピーの高橋真理子さんという方に非常に教えを受けてて、まあ、彼女がですね、自分の身体の病を通して身体の声を聞くということを非常に
やられて、しかも身体を変えていくということをされてるんですけども、でそういうことを通してですね、グローテックというのは非常に一番本質的なところを見てるんじゃないかということで、ちょっとグルデックを読むようにというふうに勧められて、ちょっと今にわか勉強した話をちょっと紹介したんですけども、そういうあの真相のですね、意識、むしろ真相の無意識というべきかもしれませんけど、そういう無意識の声を聞いたり、身体の声を聞いたり、あるいは身体に働きかける、あるいは無意識に働きかける、そういうですね力、それはその簡単には備わらないと思いますけども、そういう力と、それから積み上げていく、そのシステムとして積み上げていく、そういう理性的なその活動、その両方がですね、我々にとって存在しない限りはですね、この根なし草のような今のですね社会の動きというのを変えていくことはなかなか難しいのではないかというふうに考えています。で、最初にご紹介したその分からないという話で、分からないということはですね、分けれないということを、大和言葉では全く同じ、分かると分けるというのはですね、同じ表現になっているわけですけども、それは非常に深い洞察からそういうふうになったんだと思いますけども、その分からないということはですね、非常に大事であって、分からないからこそ、その深いところに声が届くと、真相の意識に語りかけて、しかも長い期間にわたって語りかけるということが起こるんだと思います。分かりやすい話というのはですね、浅いところにとどまって、しかも影響もすぐに消えるというふうに思うんですけども、そういった意味で、そういう分ける分からないについて、非常に苦悶した、ユングとか、あるいはグローデック。で、グローデックのその S の背景にはですね、ゲーテの神なる自然とか、あるいはそのさらに背景にはスピノザの善逸的な世界観というのがあると思うんですけども、で同じような意味で言って、私はライプニッツというのもですね、そういった世界観の流れに沿った、そういう哲学を展開した人なんではないかと思います。で、今お話したように、深い掘り下がっていく方向と上昇する方向、両方がですね誤って展開される必要があるという世界で言いますと、ケアの世界、ケアリングの世界というのはそういったものだと思います。で、看護理論というのがあるんですけども、さまざまな看護理論というのが提唱されているんですけども、その中にはですね、非常にその深い体験とか深い自己の深まりの中で初めて見えてきたような、そういう人間観というのが非常に強くですね反映された、そういう理論というのもあるんですけども、そういった世界というのがですねから我々は多くのことを学べるのではないかと思います。すいません、ちょっと最後で、そういうことを考えたときにですね、一つ、具体的に展開できるものとして、情報土壌学というちょっと怪しいのをちょっと考えたんですけども、これはですね、今言ったように普通の情報というのはこう積み上がる世界で区切る世界ですね、まさに区切る世界を想定して動いてきているわけなんですけども、一方でですね、その深層意識の方の区切れない世界と、つまり全 S とつながったような区切れない世界とつながっていく方向の深層意識の世界に根を持ちながら、区切る世界としての情報と、これを全部包摂するような方向で、もう一度情報という世界を取り直すことがもしできればですね、それはその根なし草のようなものじゃなくて、ちゃんと土が入ったような、そういう学問になると。で、実は土というのは非常に面白くって、
地球上にですね、土が登場したのは約4億5000年、5000万年から6億年前に過ぎないと言われています。で、地球46億年の歴史の中でなぜこんな短い歴史しかないかと言いますと、オゾン層ができるのに30億年もか、生命が生まれて30億年かかってやっとオゾン層ができて、でやっとその生命体がですね、水面から海面から外へ出て地上に移行することができるようになったと。でそこから初めて土作りが始まって、でやっと草土ができたという、そういうことなんですけども、まあ、そういった意味で、生命の循環と、土というのは非常に深くかかってて、まあ、そういった形の土というものを意識した情報の学というのが、まあ、模索して模索倒れに終わりました。まあ、次話で、私の話は多分今日は分かりにくかったら最高なんですけども、分かったように思われたら失敗だと思います。何かご意見ございましたら、このアドレスまでご連絡。どうもご清聴ありがとうございました。